リオデジャネイロオリンピックで開催国ブラジルに今大会初の金メダルをもたらした柔道女子57キロ級のラファエラ・シルバ選手。彼女の活躍を支えたのは日本人の女性コーチでした。柔道ブラジル代表チームの技術コーチを務める藤井優子さん。オリンピックの柔道競技が終了した翌日には、早くもブラジル南東部の地方都市で開かれた柔道教室で、子どもたちを熱心に指導する藤井さんの姿がありました。藤井さんは愛知県大府市出身。5歳で地元の道場に入門して柔道を始めました。高校では全国3位の成績を残しましたが、オリンピックには届かず24歳で現役を引退しました。その後、語学留学したイギリスで代表コーチに抜擢され、2012年のロンドンオリンピックでメダル獲得に貢献。2013年5月にはブラジル柔道連盟の誘いで代表チーム入りしました。移住した当初は全く話せなかったポルトガル語も流暢に技術指導ができるほどに上達し、心技両面でのきめ細やかな指導で選手たちから先生と慕われています。藤井さんを支えるのは夫の春樹さんです。練習や試合の会場にはいつも春樹さんとブラジルに移住してから生まれた長男の清武くんの姿があります。出産直後には練習や試合の合間に授乳をしながら指導に当たったこともあるといいます。疲れた、もう疲れたな。この3年4年間でブラジル柔道選手とのいい関係を築いてきましたので、もしこの先ブラジルで続けてほしいというオファーがあれば、それを引き受けて自分の国である日本の東京のオリンピックに選手を連れて行こうと思います。これからも柔道を通じて子どもたちに夢を与えていきたいという藤井さん。およそ200万人という世界最多の競技人口を誇る柔道大国ブラジルでの奮闘は続きます。